はい、どうもトラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でのウィンが、1245日目ですね。はい、現在2023年5月6日の15時9分なんですけども、今回はですね、サクッと育成ストリートあと1日と23時間、丸2日残ってるんですけども、一応ですね累計の方終わりました。はい、累計の方終わりましたんでね、この一番下の S ランク役所ですね、これですね。はい、これ開封したいなと思います。はい、一応ね今回、新イベントやったんですけども、自然回復のみで終わりましたんでね、まあまだあと2日あるんで、このランダムボックスの方もね何回かいけるかもしれませんので、まあ S ランク特訓コーチとかね、 S ランク特殊コーチとかもありますんでね、エナジーもありますんで、まあやっていきたいなと、もちろん自然回復でねやっていきたいなと思ってます。あとですね、このスターナインスコア、ここがね、まあ僕ちょっとやり方悪かったのかもわからないですけども、あと3つ残ってますんで、まあ10エナジー S ランク特訓コーチ1万コインということで、これまあ欲しいんでね、まあこちらの方も確実に取っていきたいなとは思ってます。はい。まあ自然回復でね、終わりましたんで、エナジー増やして S ランク役所取りましたんでね、まあよかったかなと思います。はい。はい。まあ S ランク役所開封するんですけども、その前にですね、こちらですね。はい。ゴールデンウィーク記念555連プレゼントスカウト、こちら行きたいなと思います。5回目ですね。これ今日で、今回で最後ですかね。5月7日の14時59までなんで、これでまあラストかなという感じなんですけど、このオリックス純正編はね、まだ S ランク出てませんので、まあ、阪神純正編で1回出ましたんでね、ぜひこちらね、ラストチャンス、S ランク出てほしいなと思ってます。いきます。お願いします。S ランク来い。ないかな。さあどうでしょう。なさそうかな。 A ランクは来ますね。 S ランクはないか。 A ランク、おー来た、つもり選手、ショートバンクですね。はい、もう一枚来い。最後、あー A ランク1枚だけですね。はい、まあまあでも A ランク1枚来たんで、まあ良かったかなと思います。はい、S ランクはこのオリックス純正編は来ずということで残念ですね。はい、まあまあいいです。はい、それでは最後にね、 S ランク役所、何でしたっけ、サクッと育成ストリートですね。はい、サクッと育成ストリートの、累計の S ランク役所を開封したいなと思います。ぜひオリックスの選手ね来てほしいです。いきます、お願いします。オリックス来い。さあまだねオリックス純正編はね、新シリーズになってから、あの近藤選手しかね新シリーズの選手取れてませんので、ぜひオリックスの選手来てほしいです。来いオリックス。桑原選手だったかな名前ね。はい、巨人ですね。はい、一応確認しておきますね、名前ね、桑原選手だったと思うんですけども、これ桑ですよね。はい、桑原選手ですね。巨人ということで残念です。はい、はい、今回こんな感じですね。ちょっと555連の方もね、結局まあこのオリックス純正編は S ランク出ませんでしたし、まあ累計の育成ストリートのね累計の S ランク役所もオリックス出ずということで、まあ非常に残念ですけどね、まあ、サクッと育成ストリートまだスターナインスターなんかね、もらえるやつもろてないんでね、それはきっちりもらっていきたいなとは思ってます。はい、まあ自然回復でやれればそのままいきたいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。